はい、カバー知恵袋、カッパ園長です。じゃあまず海外で、誇りというのは、プライドのことですかね。誇りというのは、美徳ではなく、それ自体が誇れるものではない。なんかちょっとこれだけ聞いても意味がよくわかんないんで、ちょっと内容見ていきましょうかね。まあ最初の人がね、最近プライドに取り憑かれてる人をよく見かける。例えば LGBT プライド、ブラックプライドといったアイデンティティに関する大きなニーズがある。だがもし何かを誇りに思うなら、同時に恥の影響を強く受けるようになるだろう。例えばもし自分が常に一番だと思っているなら、二番になった瞬間打ちのめされるだろう。そしてこれは自分じゃない。自分は常に一番だ。二番になるわけがないと思うんだ。プライドとエゴへの愛着であり、アイデンティティとしても知られている。そしてアイデンティティはまるで何かに帰属しているような、偽の感覚を生み出す。すでにこの世界に価値のある人間として存在しているにもかかわらず、アイデンティティがないと価値がないと思わせるんだ。今フランスで起きていることを考えてみるといい。挑発的な画像に対して自分の宗教を誇りに思いすぎているがゆえに人を殺すこと、殺す人が出てきている。誇りというのは誇れるものではない。むしろ人間の諸悪の根源ですらある。プライドによって人々は無知になりがちだということに気づく必要がある。例を挙げてみよう。プライドが LGBT とその他の人を隔てている。プライドが黒人問題を起こしている。信じられないなら黒人の若者の間で人気のヒップホップを聞いてみるといい。政治家も黒人のプライドを刺激し続けている。プライドはレーシストに意見を聞かせなくしている。プライドが人々を宗教狂いにしている。彼らは宗教を誇りに思っているので、どんな批判も個人的に受け止めている。誇りは愛や思いやりとは全く逆の概念だ。個人的に言えば、このせいで、自分は虐待的な父親を許すことができなかった。自分がかつて感じていた憎しみはプライドによって続いたものだ。プライドは誇れるようなものではない。自分がいいと思うものが常にいいわけではない。まあこういうことを言っている人がいて、でそれがなんかね、話題になっていたんですよね。で次の人がちょっと国籍わかんないんですけど、キリスト教徒はプライドを大罪としているよ、サタンは傲慢を原型としており、そのプライドによって自分自身よりも高い善を否定し創造に抵抗するようになる。で次の人が、残念ながら我々キリスト教徒は慢性的なプライドの病に陥っているけどね、少なくとも自分はそう感じる。自分は常に心の中に独善があることに気づくよ。そしてそれはひどいものだ。で次の人、 UFC の格闘家であるケイン・ベラスケス、まあ胸にブラウンプライドというタトゥーを入れている。白人の UFC ファイターは同じようにホワイトプライドと入れることができるだろうか。で次の人が、アイデンティティとプライドが密接な関係にあるという例だな。彼は文字通り自分自身を表現する方法として体にプライドと書いている。で次の人は、同意だわ。人種、性別、国籍、民族、その他諸々、誇りに思うのは馬鹿げている。で次の人、プライドは大罪だろ。で次の人は、過度にプライドを持つのは間違いだが、健全なプライドはいいと思う。LGBT は恥に思うことをやめようということだろう。それは何も悪いことではない。プライドに思うことで悪いことがあるとすれば、特定の国籍、肌の色、性別、その他の自分が達成したものではないことを誇りに思うことだ。なるほどね。で、プライドというのは本質的に相対的なもの。誰かより何かで優れているなら人は誇りを感じるようになっている。自分や子供の業績に満足するのはいいこと。とはいえ他の人と比較しなければそういった誇りは生まれないだろう。で次の人は、過去の自分と比較することはできるんじゃないの。で次の人は、自分が成し遂げたことを誇りに思うのはいいと思う。それは健全な競争を生み出すだろうし、とはいえ同時に嫉妬や妬み、恨みも生み出すことだろうね。一方で自分が成し遂げたことではないのにプライドを持つのは馬鹿げている。で次の人、自分の業績に満足し誇りを持つことはない。それは他者と比較して誇りに思うんだ。で次の人が、いや、プライドというのはいろいろなものがあるだろう。いくつかは健全なものだよ。で、次の人が、同意も否定もしないが、プライドは美徳ではないというのは興味深い。実際キリスト教では大罪として数えられているし。で次の人、それは興味深いが、プライドというのは恥に思わないというものもある。それは個人的に意味があると思うけど。
で、次の人、プライドはいい面も悪い面もある。プライドがあるから原動力になって、例えば愛国的になれるし、それによりヒトラーのようになるのかもしれない。で、次の人が、ユダヤ教やキリスト教ではプライドは罪、聖書にはプライドによってルシファーやヤハウェに反逆し、ヤーベって書くやつかな、これ。ルシファーはヤーベ、ヤハウェに反逆し、天国から追放されたと書かれている。そして、複数箇所でプライドを非難している。で、あなたの、性的指向、人種、性別は業績ではない。で、自分は国と自分の業績を誇りに思っている。で、次の人。これどっかの、どこの人かな人々は人種、性別、性的指向を誇りにも恥にも思うべきじゃない。ただそれを受け入れるべき。自分がコントロールできないものを誇りに思うべきではない。誇りに思うなら自分が成し遂げたことだけを誇りにするべきだ。ちょっと何のやりとりか、いまいちこうピンとこなかった人もね、多かったと思うんですけど。まあ、一番最初の人はね、最近のなんかこう世界的なね、フランスのなんかそういうね、現象だったりとか、まあ黒人のね、例の、ね、BLM の話だったりを例に出してましたけどね、これね、ちょっとね、乱暴な言い方になっちゃうかもしれないですけど、我々日本国民から言わせていただくとというよりは、あくまでもこれ僕の個人的なね、独断と偏見で言わせてもらうと、結局、欧米の人たちって、ね、自分たちのこのね、価値観だけを正義っていう人が多すぎ。うん。自分は、ま、正しいんだっていうね、例のあれですよね。で、で、その時この相手を選ばない。相手の価値観を選ばない。で、無差別な挑発が招いた結果でしょ？今の。ね、特にそう思い、強く思いますよ。要は、そんなの我々日本国民、ね、僕からすればね、はっきり言って関わりたくないですよね。そんな人たちとは。うん。でこのプライドにいいとか悪いとかっていう、なんかこの宗教も絡めたなんか話をしてましたけどもね、結局他人と比較する必要はまずないと思いますよね、僕だったら。ね、自分に誓いを立ててそれを守ることが、まあプライドなんじゃないですか、じゃあ。うん。まあ例えばそのプライドって一言で言っても、そのね、例えば自慢であったり、自尊心でもあって、あと誇りであって、ただ虚栄心でもあって、うぬぼれでも あるし、傲慢でもありますよね。とはいえ、その自尊心が全くない、そういう人って、やっぱり自分を肯定的に捉えることができずに、卑屈でね、鬱になりやすい、そういう傾向も出てしまいますよね。で、一方逆にこの誇り、ね、やっぱ勇気とか、ね、勇敢さの源泉ですよね。あとこの社会奉仕、ね、奉仕のようなね、要は自己犠牲みたいな、そういう尊い行動にもつながったりしますよね。ただ、こう、これも行き過ぎると、自意識過剰でね、傲慢。罪深く救いようのない人格になってしまったりしますよね。で、まあ宗教言ってる人いたんで、ね、このプライド、確かにキリスト教で大罪に数えられてたと思うんですけど、で、それを持つことを否定してるんじゃないでしょ、これ。ね、人間がどれだけ否定しても決して消し去ることのできない生来の性質なんだから。つまり生まれながらにこの背負った罪として意識してうまくコントロールしなさいっていうことを教えてるんじゃないの。まあ僕クリスチャンじゃないんで詳しいことはわかりませんけども。ただね、この欧米のね、このアメリカだったり、ね、今のフランスのね、例のああいう現象、うん、ああいうの見た上で言わせていただくとね、何でもかんでもね、このプライド、誇りだ、誇りだ、そういうことを言い出す人があまりに多すぎるから、ね、だからそういう風な社会的な風潮が形成されちゃうんじゃないんですかって、うん、ちょっと思いますけどもね、うん、要は自分を律するためにプライド使えばいいんですよ、うん。だからその欧米でね、今こういうね、なんかこう社会現象、ね、社会問題化しているね、うん、黒人の例のあれだったりとか、一覧ね、うん、ああいうのなんか見てるとね、そのプライド云々じゃないと思うんですよね。個人主義の方じゃないですか。うん。だって人はもう社会性のこの動物、生き物だから、この一人ではまあまともに生きていけない人が普通ですよね。うん。まあどうしてもって言うんだったらなんか絶海の孤島でね、なんかもう岩窟をよろしく完全にね、一人暮らし。ね、うん。そんなのほとんどの人ができないわけじゃないですか。うん。で、まあまたそもそもの話がこれ極端でしょ？ね、また0か100かで話してるじゃないですか。うん。
なんていうかね、我々、まあ僕みたいにこの日本国民なんで、日本人なんで、この日本語で言う誇りと彼らが言うこの、横文字英語のこのプライド、なんか乖離がでかすぎてね、ちょっと遠すぎて、離れすぎちゃってて、なんとも言えない感じがするんですよね。おそらくね、この欧米の人たちと、僕みたいな日本人の言うプライド、誇りの意味の考え方っていうか、捉え方がもうそもそも違うのかなって。日本国民だったら、日本人的なこのプライド、誇り、やっぱり、自尊心として捉えるパターンが多いと思うんですよね。一方、この欧米の人たちって、なんだろうな、なんかこのプライドっていうと、この誇示するみたいな、そういうニュアンスがメインになってんじゃないのかなって。だからそのね、自尊心じゃなくて、彼らの場合は、意固地とか、頑固とかいった、そういうネガティブな領域の話になっちゃうのは、それが原因じゃないかなって思うんですよね。だってね、僕ら日本人からすれば本当に自尊心があるんだったらばね、周りの人間からね、お前石頭だなとか頑固者だなとか、意固地に なってるとか、ね、そういう評価をね下される、そういうふうに思われることってね、我慢ならんことにならないのかって思いますよね。だから彼らが言うプライドっていうのは、要は自分と他人を比べて自分が他よりも優れてるっていう、なんかそういうような自己顕示を自負した言葉みたいな、多分そういうことが言いたいんでしょうね。だから日本語にはこれってない感覚なのかな。だからより近い意味の誇りという訳されてるけど、ちょっとやっぱ本質的に違いますよね。だから簡単に言うと、英語のプライドを持つっていうのは、この自分が最も優れていて、その地位を他の誰にも渡さないぞっていう心を持つみたいな、なんかそういう感覚って捉えられるんですよね。だからそうするとやっぱりね、彼らが言うプライドって、僕には必要ないっすね、そんなものは。だって歴史上のね、偉人とかね、この人本当すごいなってね、ある業界でもう第一人者みたいに言われてるような本当にすごい人たち、安いプライドってやっぱおごりでしかないですよね。いわゆるもう超一流なんて言われてる人たちってみんなね、謙虚な中に誇りがある、そういう人ばっかですよね。僕だったらやっぱそこ目指したいですよね。まあ言うのは簡単でなかなか難しいと思いますけどもね。日本にはほらね、実るほど神戸を垂れる稲穂って、そういう言葉があるじゃないですか。欧米の人たちには多分この感覚はどこにもなさそうっすよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。